1986年秋、いよいよ潜水船の建造が開始され、耐圧獄の製造が始まった。加熱炉から取り出されたチタン合金の円盤が8000トンのプレスにかけられ、一度に半球状に成形される。このように耐圧獄は上下2つの半球から作られる。各半球には覗き窓や電線コネクタの取り付け部が溶接され、3次元機械加工によって完全な球形に仕上げられる。少しの凹凸が耐圧強度に大きく影響するからである。そしてハッチや覗き窓の取り付け部の3次元仕上げ加工が行われる。2つの半球は重ね合わされ、真空チャンバの中で電子ビーム溶接により接合される。1回の照射で厚さ 73.5mm の耐圧獄を溶接するため、熱影響による歪みの少ない高品質の溶接法である。最後に赤道溶接部の3次元仕上げ加工を行い、製作が完了した。耐圧獄は最後の重要な関門である水圧試験を受けるため、大阪空港からアメリカへ送られる。太平洋を越えてアメリカ東海岸にあるデイビッド・テイラーリサーチセンターへ到着した。耐圧獄の水圧試験はアメリカ海軍研究所の協力を得て行われた。耐圧獄にはテスト中の応力を計測するため数多くのセンサーが取り付けられている。試験では深度 6500m に相当する水圧の 1.1 倍である1平方センチあたり 748kg、 すなわち 1700psi の水圧がかけられ、耐圧獄の強度が確認された。こうして耐圧獄は新しい技術を結集して完成した。三菱重工神戸造船所では船体を形作るチタン製の外国フレームの溶接組み立てが進む。完成した外国フレームに耐圧獄が取り付けられ、潜水船が姿を現し始めた。潜水船の全容積の3分の1を占める浮力材は、比重が 0.54 と小さく、しかも高い水圧に耐えるバイナリー方式によるシンタクチックフォームを開発した。これは直径およそ100ミクロンと30ミクロンの大小2種類の中空ガラス球を均一に混合し、高強度の樹脂でブロック状に固め成形したものである。動力源となる収縮電池には、エネルギー密度の向上と超寿命化の改善を図った酸化銀亜鉛電池が用いられ、油漬け金圧方式が採用された。収縮電池層の内部にはたくさんの電池が組み込まれ、底部にはゴム製の金圧ブラダが取り付けられ、隙間には油が満たされている。外部の水圧が高くなると油が圧縮され、内外の圧力が等しくなって収縮電池層を保護し軽量化できる方式である。
収蓄電池や配電盤のほか、新海6500では、インバータ、電線についても、油付け金圧方式を開発採用した。また、水圧にさらされる機器は、潜水船に取り付ける前にシステムごとに仮組みされ、海洋科学技術センター高圧実験水槽内で、マニピュレーターなどの作動状況がチェックされる。耐圧国内装備機器は、鳥かごと呼ばれる球形のアルミ製フレームに取り付け、耐圧国内に装備される。これらの機器は、あらかじめ取り付け調整のため、外部で仮組み立てされた。いよいよ機器の組み込みである。新海6500は専用の組み立て工場に移され、取り付けが進む。動力源となる収蓄電池、インバータ、配電盤などが組み込まれる。目となる観測ソーナーなどが組み込まれる。耐圧国内でも機器が組み込まれる。機器の取り付けが終わると、浮力材の取り付けが行われる。最後に外皮が取り付けられ、新海6500の組み立てが完了する。組み立てが完了した新海6500は、まず陸上で各部の作動確認を行った。取水新機の作動。取水新機首振り装置の作動。テレビカメラ首振り装置の作動、投光機の作動、マニピュレーターの作動。これは操作する人に物をつかむ力の感覚がわかるバイラテラル制御といわれる方式を採用した高性能マニピュレーターである。ワイングラスも壊さずに持ち、角度を変えることができる。新海6500がすっぽりと入る水槽内では、入念に作動試験が行われた。取水新機、垂直スラスタ、水平スラスタの作動のほか、水中テレビカメラなどの動きが確認された。